人気モデルが突然の引退、一体なぜ？あれ？翔吾がいない。え？翔吾どこ行った？おい翔吾、翔吾！俺はこの回答に命をかける。だっ、結婚したから。おい、週刊少年ジャンプで連載されるかもしれない大喜利バトル漫画、大喜利んちの主人公田辺一本の回答か。待てよ、おい、 iPhone100 の新機能とは。あれ、翔吾がいなくなった。おい、翔吾どこ行った？翔吾！ドーン！俺が大喜利の王だ！シュン、シュン、フリップを回してる！フリップを回してる！え？フリップを回すのが早すぎてゆっくりに見えてる！なんだこれ！え？え？食べれる！おい、週刊少年ジャンプで連載されるかもしれない大喜利バトル漫画、大喜利んちの主人公田辺一本のライバル、エドワードフリップの回答か。この野郎、危ねえ。おい、この野郎、おいおい、この野郎。では参ります。この SP 守ってくれないな、なぜ。あれ、また翔吾がいない。おい翔吾どこ行った。おい翔吾、翔吾！わしが大喜利をするとき、天から雷鳴が響く。集まれ、弱い。おい、週刊少年ジャンプで連載されるかもしれない大喜利バトル漫画、大喜利んちの主人公田辺一本の死んだとされていたおじいちゃん田辺商店の必殺回答方法、大喜利か。このクソ。では参りましょう。絶対に勝てるじゃんけんの必勝法を教えてください。あれ、また勝負がいない。え、なんだ、なんだこの音は。おい、週刊少年ジャンプで連載されるかもしれない大喜利バトル漫画、大喜利んちのジャングル死闘編で主人公田辺一本を追い詰めた写真 D で一言の必殺技、ネイチャーガイアブラスター。石油王が毎日欠かさずしていることとは。あれ、翔吾がいない。翔吾どこ行った。翔吾、私一本のおかげでここまで強くなれた。一本、私なりの大喜利を見せるね。歯磨き。おい、週刊少年ジャンプで連載されるかもしれない大喜利バトル漫画、大喜利んちの主人公田辺一本のことが好きな大喜利んちのひどい早押し日ボタンの回答か。何やってんだお前。鼻毛が出てる人に遠回しに教えてあげてください。あれ、翔吾がいない。どこ行った。翔吾、翔吾。一本よ、大喜利とは何なのか、その答えを見せてやろう。はぁ、え、座布団を回してる。え、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 ざーざー、出てるぜ。おい、週刊少年ジャンプで連載されるかもしれない大喜利バトル漫画、大喜利んちの主人公田辺一本の親父、田辺座布団の最終奥義、ホールドアジャパニーズクッションか。何やってんだこれ。こんな渡り廊下は嫌だ。どんな。あれ、翔吾がいない。おい翔吾どこ行った。翔吾、翔吾。俺は負けた。負けたから心臓の一つや二つくれてやる。炎の旅を
こらよ、行くぜ。おい、週刊少年ジャンプで連載されるかもしれない大喜利バトル漫画、大喜利んちの主人公田辺一本がジャングル死闘編で負けた後に修行して覚えた必殺奥義、バーニングサラマンダーか。何やってんだこの野郎。こんなクリスマスは嫌だ。どんなクリスマス。あれ、背景が変わったぞ。あれ、あと正吾がいない。どこ行った正吾。正吾、いやー、これで購買部のクリームパンは俺のもんだな。そうだな、置いて買っただもんな。え、おばちゃん、パン。あれ、パンが売り切れてる。なんで。もしかして俺らが争ってる時に先生が買ってっちゃったってな。ってことは俺の今日昼飯なし。ダメだこれ。おい、週刊少年ジャンプで連載されるかもしれない大喜利バトル漫画の主人公田辺一本の大喜利んちゅの日常会で、購買部のクリームパン争奪戦で最終的に先生が食べちゃった回のオチの雰囲気か。おい、購買部のクリームパン争奪戦で最終的に先生が食べちゃった回のオチの雰囲気じゃねえか。流れる雲にエンディング入るな。おぎりを乗せてどこまでも行く俺たちは、おぎりの風に。おい、おぎりの風になって。ダメだよ、パクってるし。秋川大喜利正文。なんだそいつ。こんな味噌汁は嫌だ。どんな。あれ、翔吾がいない。翔吾、どこ行った。翔吾。え、お兄ちゃん、僕だってできるんだ。ふえー、え、おい、週刊少年ジャンプで連載されるかもしれない大喜利バトル漫画、大喜利んちの主人公田辺一本の弟、田辺お題の必殺奥義、メテオシャワーか。チャンネル登録よろしくね。おい、ビブラート侍か。